はい、それでは 2A3 シングルアンプの制作第5回目の前編スタートしていきたいと思います。この第5回ではですね、前回までで、出来上がったアンプのですね、いろいろなところの電圧を測って、それが期待通りになっているか、なっていなければ抵抗の値を変更したりというような調整の作業を行うんですけれども、少し工程が長くなりますので、前編、中編、後編と3つのビデオに分けて収録してあります。この調整の作業で必要となるのがテスターですね。アナログ式針のものとデジタル式、どちらでも構いません。テスターは必要になります。それから、あったらいいなというのがこのオシロスコープですね。今ここに表示してあるのはパソコンと USB でつなぐタイプのオシロスコープなんですけれども、他にもブラウン管がタイプのものとか、いろいろあると思うんですけども、こういうものは、あったらあったでかなり便利かなというふうには思います。はい、それでは調整の作業スタートしていきたいと思います。はい、では電源を入れていろいろなところの電圧を測定していきたいと思いますけれども、いきなりね、全部の真空管を挿すのではなく、まず整流管だけね、整流管だけを挿しています。この段階、この状態でですね、例えばヒューズが飛ぶようなことがないかとか、整流管の出口にちゃんと電圧が来ているか、そういうところを確認していきたいと思います。はい、それでは電源を入れます。インジケーターがね、赤く光ってます。それからカメラで映るのかどうかあれですけれども、真空管のですね、ヒーターがオレンジ色に灯っているのが私には見えますね。はい、そしたらば電圧を見ていくんですけれども、今はですね、全く負荷がかかっていない無負荷な状態ですので、想定よりは高めの電圧が出ると思います。今、445と出てますかね。はい。ということで、現状でですね、ヒューズが飛んでいるということもないようですし、整流管から電圧が出ているところも確認できました。引き続き、残りの真空管を挿して、電圧の測定進めていきたいと思います。はい、それではですね、真空管を全部挿しまして、いろいろなところの電圧を測定していきたいと思うんですけれども、ちょっと実は紆余曲折ありまして、ここにコンデンサーのですね、ちょっと大きさが違うなぁと思われると思うんですけれども、この撮影のリハーサルをしているときにですね、一瞬ちょっと焦げ臭い感じがしまして、何事かというふうに思ったんですけれども、片方の 2A3 のバイアス電圧がですね、狙いとしては 45V 層ぐらいを期待してたんですけれども、それよりも倍ぐらい高くなってしまいまして、その結果、ここのバイアス部分の抵抗がですね、かなり発熱しまして、そこの付近に置いてあったコンデンサーの、外側のフィルムがですね、少し溶けてしまいまして、なので、不本意ながら、ちょっとこちらのコンデンサーをですね、容量は同じ、ちょっと耐圧が大きいので、サイズは大きくなってしまってますけれども、別のものに交換してます。念のため交換してますと。で、原因については、ちょっと再現性がないので、定かではないんですけれども、何度かこう、2A3の真空管を抜き差ししているうちに、所望の状態に戻ったので、あくまで推測なんですけれども、例えば、接点が、うまく接してなくてですね、例えば、グリッドのところの接点が、うまく接してないとすると、ちゃんとそのグリッドによる抑制が効いていなくて、プレート電流が過剰に流れて、ここのバイアス電圧が高くなってしまったと。
それによって、まあ、発熱してしまったということなのかもなとかはちょっと思うんですけども、いかんせんちょっと、もう再現ができないので、細かいところの、原因の特定というのはできないんですけども、まあ、現状、その症状というのは収まった状態になっています。はい。ではですね、電源を入れて、いろいろな部署の電圧を測っていきたいと思います。はい。では電源を入れます。はい、入りましたね。はい、まずですね、B 電源ですね。回路図でいうところの、この部分ですね。この部分の電圧を測定していきますけれども、よいしょ。はい。323V、4V というふうになっていますので、所望というか、最初の設計の狙いよりは20数ボルト高い状態ですかね。そうすると、おそらくいろいろなところが高くなってくると思うんですけれども、2A さんのプレート電圧ですね、ここを測ってみます。片側。はい。309とか10ですね。もう片方は、やはりこちらも311。ということで、当初の想定よりは少し高くなってますと。ですので、おそらくバイアス電圧も、高くなってるんじゃないかと思うんですけれども、片側は。47.8。もう片方は。48.1。やはり2、3V高いかなという感じですかね。まあ、そうなってくると、おのずと電圧増幅段の B 電源、プレート電圧も高いと思われます。ちょっと見ていきますけれども、B 電源ですけれども、299、300ぐらいですかね。もう片方は、300ちょうどですね。やはり少し狙いよりは高い、電圧増幅段のプレート電圧ですね。137、もう片方が147。はい、こちらも、高くなってます。これらはすべて、この B 電源ですね、のところの電圧が高いことに起因していると思われます。ですので、ここの電圧を少し下げるために、この調整と書いてますけれども、ここに抵抗を入れてですね、電圧効果を生じさせて、ここの電圧を下げていきたいと思います。はい。私の作ったこの回路ではですね、ここの部分に、まあ、将来的に抵抗を入れるためのスペースというのを用意してまして、今はただこうスズメ規制が貼ってあるんですけども、この部分に、電圧効果のための抵抗を取り付けて、ここの部分ですね、今320数ボルトあるのを20数ボルト電圧を降下させて、全体的に、最初の所望の状態に持っていきたいというふうに思っています。